近目金時は、鈴木木、金時イ化に属する海水魚である。全長30センチメートル程度と金時イ化の中では、比較的大型の種で大きな胸びれを持つことで金時イなどの金煙多種と区別できる。世界中の熱帯、亜熱帯海域に生息し、日本でも南日本を中心に生息する。鮮やかな赤色の体に大きな目を持ち、 金目の名で販売されることもあるが、金目大とは禁煙ではない。微味な食用魚で、煮付けや刺身として食される。本種の図版。キ目金時は、鈴木木、金時代かのキ目金時族クキラスに分類される。キ目金時族はかつて本種のみを含む、人絵型の族であると考えられていた。しかし1997年に、日本の沖縄県の先進予行機の実装から、 発見されたトゲメキントキシースピノーラクリマイタスがチカメキントキ族に属する化石種として記載されている。本種は1829年にフランスの博物学者ジョルジュ・キュビエによって日本から得られたタイプ標本をもとに初記載された。この時本種はキントキ大族プラヤ・キャンサスに分類されプラヤ・キャンサス・ジャポーニカスという学名が与えられた。その後本種は 1928年にアメリカの動物学者ヘンリー・ウィード・ファウラーによってア族として創設され、1947年にファウラー自身によって族に昇格されたチカメキントキ族クキラスに移された。この過程ではゴマヒレキントキヘタプライア・キャンサス・クルーアンテタスとの混同などが原因で分類学上の混乱があったものの現在ではクキラス・ジャポーニカスが 本種の正式な学名として認められている。和名にある近目は本種の目が大きく、糞の近くに位置することを表した名称である。ヒレを広げて岩場を泳ぐ本種。本種は全長30センチメートル程度になり、金時代下では最大級の種の一つである。最大で重さ5キログラムに達した個体の記録もある。体型は卵円形で側平たする。 同じトガに属する他の種と同様、硬い鱗と大きな目を持つ。背びれは10トゲ状、12から14難状からなり、トゲ状は長く、気膜は深く切れ込む。腹器は極めて大きく、折りたたむと後端が尻びれの支部を遥かに超える。この大きな腹器の存在で、近縁の死から識別できる。尻びれは3トゲ状、12から14難状からなる。 尾ひれの中央はわずかに尖る。本種は鮮やかな赤色の体色を示す。腹器は黒色、胸びれは桃色から無色であり、他のひれは黄色味を帯びた赤色を示し黒色に縁取られる。本種は東、大西洋を除く世界中の熱帯、亜熱帯域の海洋で見られる。インド太平洋では西は南アフリカや航海から東は日本やオーストラリアまで。 東、太平洋ではメキシコからペルーまで、西大西洋ではカナダからアルゼンチンまでの海域で生息が確認されている。南大西洋のセントヘレナ島でも生息が確認されている。日本でも南日本を中心としながら、北海道以南の日本海、東シナ海、太平洋沿岸で分布が確認されている。本種は大陸方の砂底底に生息し、最も深くて、 水深400メートルから報告があるが、通常見られるのは水深165から200メートル程度の海域である。海面やサンゴ類のついた岩場の周辺にいることも多い。肉食魚でカニをはじめとした甲殻類などを捕食する。逆に、キハダなどの大型魚が本種を獲物として捕食することが知られる。本種に寄生する寄生虫として、 海野種類のパラシーノアククヨラやキャリゴスク,クキアライが知られる。本種の寿命は最大で9年程度と推定されている。水揚げされた本種。本種は食用となる漁業対象種で観賞魚として流通することもある。日本での水揚げも相当量あり、五島列島などでは金時代よりも漁獲量が多い場合もある。刺身や煮付けにして食され、 やや淡白な味だが、かなり美味である。なお、本種は、金目の名で販売されることもあるが、金目鯛は、金目鯛目という別の目に分類され、本種とは当園である。ありがとうございます。